それじゃあぼちぼち行こうか。次はソイレント大陸か。大海を隔てた先の国か。どんなところだろうな。まだオルカディアの勢力の及ばない東の大陸よ。向こうではもっと自分たちの行動に慎重になるべきだわ。ねえ、あなたオルカディアに来る前には何をしてたの？私は興味ないな、こいつの昔話なんか。やはりね、その腕を見ればわかるわ。ソイレント大陸についてはそれじゃあぼちぼち行こうか。次は砂漠の村テイクバードか。暑いよな。しかし砂漠ね、体力の消耗には注意しないと。体力の維持は戦う者にとっては重要なことよ。まあ余裕だったな。いつもこんなに楽ならいいのにな。頼んだよ、期待してるからな。そう言ってもらえるとは光栄だわ。ねえ、私の趣味？そうね、趣味というわけではないけど、強いて言えば旅をすることが好きだわ。さまざまな場所を旅すればいろんな見聞を得ることができるし、これは目的がある冒険よ。旅とは違うわね。確かにいろいろなところを巡っているけど、
砂漠の村テイクバードに着いたわ。